はい、皆さんこんにちは。今ですね、コロナウイルスが最近流行っていて、国によってはですね、学級閉鎖って言いますけど、もう授業を全部、やめてしまって、みんな学習者は家で待っているようにという、そういう段階になっているところもあります。そうなる前にですね、学校の皆さん、学校の先生が、学習者とか、あるいは保護者の皆さんに連絡する、オンラインで連絡する手段が、作っておくと、とても便利なので、今日はそれを、とても簡単にやる方法をご紹介しておきたいと思います。まず最初にですね、Google ドキュメントを使うので、Google のアカウントは必要です。で、Google のアカウントがあったら、このアドレスバーに doc.new と入れます。これで新しい Google ドキュメントを作ることができますね。で、ここに、ですね。もう、本当は何にもなくていいんですけど、でも何にもない、空っぽだとちょっと、開いたときに、学習者とか保護者の皆さんが、あれ、これでいいのかなと思うかもしれないので、何か一言書いておくといいと思います。じゃあちょっと言ってみますね。これ日本語になってますね。学級閉鎖になったら、ここで連絡します。毎日午前10時と午後4時に更新します。連絡がないときも、特に連絡がないということだけは書きます。必ず毎日朝10時と午後4時にこのページを見てください。もちろん英語で書いたり、もっと簡単な日本語で書いたり、といういろんな書き方はあっていいと思いますね。で、ただ、今の状況では、まだ皆さんに、見てもらうことはできません。ちなみに、タイトルがないと共有できないと思うので、今、ここをカチッとクリックすると、こんな風に自動的にタイトルが入ります。で、ここでからファイルからですね、ウェブに公開を、選びます。で、リンクでいいですね。公開。公開します。これをコピーしますね。これをちょっと開いて確認してみましょう。こんな風に、こんな短いページですけど、内容ですけど、こういうものが、生徒さんや学習者さんの目に触れることになります。では今度はですね、ただ今、URL が長すぎて皆さんに共有できないので、これを短くするウェブサービスを使います。とか、プリントしてそれを配っても皆さん開くことが多分できないと思うんですね。で、ここではですね、Bitly というサービスを使います。bit.ly ですね。これでいいです。僕はこのアカウントを持ってるんですけど、ここにログインってサインアップとか書いてあるのを見ればわかるように、今はログアウトしている状況です。つまり、アカウントを作らなくても皆さんは見ることができます。ちょっと待ってね。ここに、Short New Link というふうに書いてありますね。ここに、ペーストします。さっきの URL をね。で、この Short を押します。で、もうこれで、QS ってやつですね。これですね。これをコピーします。もうこれでコピーしましたので、これを皆さんにプリントすればいいわけですね。じゃあ、また新しくプリントするときも、さっきと同じように Google ドキュメントを作ってみましょう。doc.new ですね。ここもですね、何にもなくてもいいんですが、一応ですね、説明をしましょう。学級閉鎖になったら、毎日、午前4時と午後、間違えちゃった。午前10時。午前10時と午後4時に、このページを見てください。これでいいですね。で、これもちょっと大きくしていきましょうね。
今はシフトコントロールと、不等号の小さくなる、小なりの、キーボードを押しています。そうすると、こんなふうに、おお、これ大きすぎ。はい。まあ、ギリギリでできるようになりました。こういうふうにですね。はい、もうこれをプリントしてしまえばいいですが、もしもう一手間かけてもいい場合は、QR コードを作るといいと思いますね。はい、QR コード。で、QR コードは、僕の場合はですね、goqr.me というところをいつも使っています。goqr.me、覚えやすいですよね。goqr.me、はい。はい、で、ここにさっきの、プレインテキストを、入れますね。はい。今、ローディングができました。ローディングの後に表示されるのが正しい、ものですね。なので、このコピーイメージをクリックして、先ほどの、この下に書きます。ペーストします。今、ペーストしたところです。できれば、これを、ぐぐぐっと大きくしちゃえばいいんじゃないかと思いますね。はい、このぐらいにね。はい。で、あとはこれをプリントします。プリントするときは、ですね、このプリントのマークでいいかな。はい。はい。で、ここで、まあ、今はちょっとプリントしませんけど、学習者の数だけね、20人だったら20人とか、あるいはもっといるんだったら、それでいいと思いますから。で、ここで、プリントを押せば、それで完了です。なんか、ここに僕の写真で写っちゃうの。まあ、いいや。はい、以上です。とても簡単です。かつ、はい。あれ。もしもーし。聞こえますかね。はい、はい。OK。はい、とても簡単ですし、これをやっていくことで、本当に人の命が救われることに、なるかもしれません。もしパンデミックっていう本当に世界的な感染が広がったらですね、広がる前にこうしておくと、学級閉鎖、つまり授業をしないということも簡単に判断、そういう選択をすることもできるようになりますので、ぜひ今のうちに、こういう準備をしておいていただければと思います。今のビデオを見ればわかると思いますが、5分でできると思います。はい、以上です。失礼します。